select your character. One P がカゲツのかっこいい。スーピーガーがカゲツ。これ先週も出会ってなかった。先週じゃなかったっけ。やってたよね、どっかで。わからせやってたのか。The wheel of fate is turning. ここから先は勝つごとにプラス2ポイントと大きくなっていきます。大変な Wi-Fi が観察している。4000、大変な4000。はい、全部ガードして6時スカラップ6時ヒット。ここはバース入りに行く。 Y1 にジャンプ合わせてターゲットのターン。盛大にマフナー使って、はい、一度乗ってく。もう一度ハフナー、これも壊しに行ってそうですね。おお、ね、全部ガードしている。ここで中段が通る。あれこの水からバフナーでフォローみたいな感じ。これはどうなの、さすがに厳しいか。最後はカエルを倒しに行ったところに大砲がヒット。一本目は過激。お、三振スカジンアズミ差し込んでいる。うまいうまい、結構減る。マジリスゴ3400、こちらがに小判がヒットする。何でんじいく、高さが合わなかったが、このミスの攻め系が強い。これはうまい、うまく飛び越えたんですが、あれのフォローがうまかった。ガーディアンの切り返す、追いかけたが始まっている。ここで2周がヒットするが、ここでバースト吐く。だいぶ我慢してどこまで減るのこれ。あ、倒しきるぞ、倒しきる。これはレイチェル、その邪魔では何も守れないわよ。ターゲットが強い。カゲツは決勝へ進出となりました。ワンピー側のコンボの怪しさが今日はちょっとすごいですね。準決勝第2試合は 1P がユタイス、 2P側が町の前。先手は町の前だが、おっとちょっとコンボが怪しいか。こちらは早めのバースト、相手は間に合わなかった。こちらもバースト、うまく上からかぶせることに成功して、先手うまく割り込んだ。
これはキャラ対ラッカーで熱波を張るダメージが加速してガークラスターがちょっと拾いミス。ガークやんって切り返す。ブーラが当たってる。ブーラアタック、コンボが繋がっていない。最後はコパンからしっかり拾って、一本選手は待ちの前。この後ゲーダンボールがリーダーができない。さあ、今の時間が始まる。ガークラあれ怪しい。そういう点狙い直して、ゲーダンが通る。珍しい。ここはバースト、位置入れ替えて、これおっと最後は姫路がヒット。ありがとうございました。失礼します。待ち前が決勝進出となります。ハゲツさん、ハゲツさん、決勝はカゲツ対待ちとなります。透明している。あなたは一体誰なの。決勝に来ている段階で3ポイントプラス3回1ポイントの計4ポイントが確定してますね。勝利するとプラス2ポイントとなります。ダンピー側が待ち、スーピー側が加月。最初に触っているのは加月。上り中段が通る。とにかくうまく脱出している。風でふわーっと近づいたので半角なのかな。ダイヤで跳ね返してきて、ここでマジマイが捕まえたが取り取るか、ねじれ替わる。ナイスなヒット。いい打席なんでゲイダンが通る。これは倒しきれるでしょう。日本選手は過激のレイチル、もうやめておきなさい。うまいですね。早くしっかり出る。あと1入れ替わってしまったが、これはマジとしては助かったから形だが、投げ抜けるの早い。よく見せつこまえて、ここはバスト哀れ、しっかり続けて、全部取って、逃がしたくないが電気室も怖い。イメージカウンター、あーおっと風でうまく戻している。
今顔ピールだ。おっと裏からジャンキー。これはゲージが両方ある。いづらない。しっかりと倒しきる。上げてレイチェルがランキングバトル1回1戦目の優勝は花月レイチェルとなりました。おめでとうございます。あら、あなた随分と凪の体をしているね。花月レイチェルですね。面白いわ。いやー強い